はい、どうも。皆様スペイン人の友達はいますかクエスチョンマーク私の友達にリカルドっていうスペイン人の友達がいましてその友達がね海外からこの前はタイのバンコクから写真を送ってきまして内容がね YOMAN 彼女ができたみたいな写真なんですけどでその写真がね明らかにね現地の女の子なんですけどもなんか格好もちょいとセクシーな感じなんですよでおそらくというか 90%100% 売春婦の子でそのリカルドっていう友達はねスペイン人の その子をね、自分の彼女と言ってくるんですよ、私に。その言う時のトーンもね、明らかにこう普通な感じで、なんか本当にガールフレンドみたいな感じのトーンで私に言ってくるんですけど、いや、おかしいでしょと。お前の彼女っていうか、それ、売春婦だろというツッコミもできずに、私からは。 で、また一時したらね、今度はヨーロッパのイタリアから送ってきた写真もね、写真がね、その次はね、まあ現地の子なんですけど、その子もね、明らかにね、ちょいとセクシーな格好をしてって、なんか写真もさ、別に仲いい感じなんですけど、なんかこう、 ずっとさ、付き合ってたら、なんか、わかりませんあの、長く付き合ってる感じの、なんか雰囲気とか、そういうのも写真に出ますよね。で、写真、まあ、送られた写真見た感じ、なんか、明らかに、なんかもう、売春婦、本当に。うん。リカルドは、私に、いつも、売春婦との写真を送ってくるんです。でも、それが、本人からしたら、 ガールフレンドと今付き合ってる、まあ、彼女という感じで僕に行ってくるんですで私はそれを受けてリアクション困りません困るよねだって彼女じゃねえじゃんって明らかに思う女の子ででまたちょっと前はね今度はアフリカのモロッコかな送られてきてヘイメンとで その写真もさ女の子も明らかにまあエロい感じの子なんですよねうんでいやもうねいつも通り「いやあの売春婦だろ」というツッコミをしたいんですけどなかなかできなくてやっぱ友達だし何か本気のトーンでさ「これガールフレンド」って言われたら私もツッコめないんですよ これが最近の悩みというかいや困りません皆様その友達が売春婦と現地のね写真を撮ってこれガールフレンドと送ってきていやあの売春婦だろっていうわけにもいかないじゃないですかだってリカルドは本気だから目つきとかなんか内容とかトーンとかだから私を「ああおめでとう」みたいな。 よかったねかわいいねみたいにいつも言うんですけどそんなくだりが今までかれこれ56回あるんですいつの日かはオーストラリアから送ってきて、まあ、その女の子も明らかにそっち系の子なんですよねいつの日かオランダから送ってきて明らかになんかも周りもネオン街でピンクのいや絶対そうだろうっていうことですよね だから、スペイン人の私の友達、リカルドっていう友達はね、ガールフェンドを送るときは毎回売春婦です。売春婦の写真を送ってくる。で、それが彼女と言ってくるリカルド。スペイン人。いやー、今日はそんな感じです。皆様どう思います このリアクションをね、私がどうしたらいいかまだわかんなくて、普通にこう突っ込むべきなのか、いや、大丈夫だろうって、うん。それで悩んでます。お願いします。